あれは非人間族でしょ。聖堂衛兵団とウィッチハンターの狙いは魔術師だけじゃ。魔術師なき今、狩人には新たな獲物が必要だ。憎悪と偏見は永久にこの世からなくならない。そして魔女狩りが魔女だけで終わることはない。身代わりを立てる、それが鍵だ。人間は自らと違うものを恐れる。全ての魔術師がノビグラドを去ると、人々の怒りは異種族に向かった。そしてその歴史で何度も繰り返したように、隣人を疑い恐怖した。ダンデリオン、ジョッキの準備だ。お客だぞ。ゲラルト、シリー。ゲラルトが見つけたと聞いたときは。ダンディリオン、あなたも無事でよかった。二人ともどこにいた。ベレンの妖馬とワイルドハントの将軍との戦いで忙しくてな。さぞや騒がしい日々だったに違いない。いや、実際ずいぶんやつれたな。本当に休んだ方が良さそうだ。喜んでそうする。部屋はどこ。こっちだ。おいで、ツバメさん、案内しよう。後でね、ゲラルト。ちょっと野暮用があるの。落ち着いたらギルドルフの広場で待ってるね。分かった。留守の間に何か起きたか。可愛いポリーが熱を出し、マットオイスターはナイフで刺され、蜂蜜臭の配達が遅れてて。ダンディリオン、トリスとイエネファーが女魔術師会の残党を集めていたはずだ。今やってる。トリスが上で待ってるぞ。イエネファーはクリプルド・ケイトに行った。イエネファーが、あの港の酒場にか。ご想像通り理由は言わなかった。ああ、それとあのエルフはルビースイートに住んでる。お前を待っているとのことだ。最高の部屋を与えたのは、あいつが勝手に選んだんだ。別の部屋を用意してたのに、勝手にルビーに閉じこもったのさ。それ以来見てないな。ほとんど食べず、水しか飲まず、発した言葉といえば、ハクロウとジルエアエルがついたら教えてくれだけさ。助かった。大忙しになりそうだな。正気なの？二人だけでイムレリスを追ったの？集会へ行ったの？シリを危険にさらしたのね。よせよ、無事に切り抜けたんだ。イムレリスは倒した。不幸中の幸いね。でも正しい選択だったとは思えない。何をしたか分かってるの？何があろうと、俺は絶対にシリを傷つけさせない。町に入る途中、火炙りにされた非人間族の遺体を見たぞ。日に日に状況が悪くなる。もう町に魔術師はいない。だからハンターは別の誰かを犠牲にするの。全て解決して、できるだけ早くノビグラドを出ないとね。女魔術師会の方は順調か？協力者は？芳しくない。アイダはきっぱりと拒んだし、フランチェスカは戦争中は自分の小さな王国から出てこない。フリンギラは行方不明。まだ接触できてないの。他は？キーラ、マルガリータ、フィリパは？キーラ？あなたなら知ってると思ってたんだけど。女魔術師に抗える者は少ない。キーラメッツもまたその方法を心得ていた。だが彼女がアレクサンダーの研究を求めた時、俺はそれを退けた。その研究でキーラは人生をやり直そうとしていた。彼女は思わぬ場所でその機会を得ることになる。後に彼女はカトリオナ病の薬を発見するが、村の魔女時代を覚えている者はいなかったという。もっと相性の悪いカップルもいた。うまくいくといいが。こっちもうまくフィリパとマルガリータを見つけたいものね。居場所は？マルガリータの行方はイエネファーが調べてる。私はフィリパを見つけないと。イエネファーは何か掴んだか？
彼女に聞いて、フィリパの捜索で忙しいの。それで何か分かったか。興味深いことがいくつか。長い話と短い話とどちらがいい？全て話してくれ。詳細を知りたい。ロックムインから逃亡してフィリパはノビグラドにたどり着いた。そして元恋人魔術師アーサー・ド・ブリースターに助けを求めたの。ド・ブリースター、思い出した。アーサーは自分に恥をかかせたフィリパへの報復を狙っていた。そして彼女にフクロウの姿が最も安全だと信じさせ、姿を変えた彼女の足をディメリティウムの紐で縛ったの。その直後に魔術師狩りが始まった。悲しいことにアーサーは犠牲となり、彼の私有地は競売に出された。奇遇にも私たちの知るドワーフがその競売に出くわして。ゾルタンか。つまりフィリパはずっと目の前にいたわけか。その通り。でも何日か前、ゾルタンは賭けに負けて袋を手放した。冗談だよな。いいえ、男はゾルタンの財布を空にした後、袋をかける提案をした。当然彼が勝ったわ。そしてゾルタンにお礼を言って出て行った。誰なんだ、家わかるか。さあ、ここの住人じゃないから。やれやれ、手がかりは。これがあるわ。フィリパのフクロウの羽、占いでもするのか。正確には水占いと一種のくじ占いよ。邪魔の入らない泉を見つけなきゃ。パシフローラの外が良さそうだ。いいわね、行きましょう。ここよ。静かだな。邪魔は入らないだろう。始めましょう。水面を注意深く観察して、何一つ見過ごしてはダメよ。グレアメエッドウィルノベイメガアファルテグレアメエッドウィルデアグニスカルレエスプレッシェナエッドクレイト。見覚えがある。浴場、知ってる場所だ。ディクストラだ。フィリパは彼の浴場にいる。予測できたはずだ。今のは過去か未来か。つい最近よ。急がないと。浴場へ行こう。まだ間に合うかもしれん。行きましょう。しろ。ここは迷路だ、魔女め。決して出られんぞ。バカどもめ、終わっか。任せておけ。おい待て、女魔術師は残れ。こっちに逃げてきた時のためにここにいてくれ。気をつけて。目が見えなくても危険な相手よ。それと乱暴しないで。やる気だぜ。やれ、殺せ。
フィリバ、待て。ヘウィッチャー、今は私たちで私を守るの、分かった？バート、分かった。ここに立って誰も通さないで。バート、ここに立つ。さない。綺麗な女がダメって言った。クソ、また呪文だやつったか。あの女性は怪我をしてる、助けたいんだ。女は通すなって言った。バート、通さない。うん、腹痛を起こしたことは？ああ、痛い。バート、昔古いドラウナー食べた。彼女はドラウナー100匹分くらいの腹痛に悩んでる。バート、いや、ドラウナーすごく痛いの出る。通せ、助けてやれる。バート、通す。ウィッチャー助ける。助けたいんだ。死ぬ手だって、それは無用よ。傷つけるつもりはない。でたらめめ。絶対に捕まらないわよ。助けたいんだ。残念だけど信じないわ。出口で待ってる。突然静かになったわね。傷はつけられん。暴れるな。殺すつもりなら君はとっくに死んでる。なら何が目的？拷問かしら。いい趣味をしてるわね。力を借りたい。もし裏切ったら。落ち着け、その予定はない。外にいるトリスが全て説明してくれる。誠に遺憾だが、女性には一緒に来てもらう。ディクストラ、今は時間がないんだ。どいてくれ。お前に不服はない。だがフィリパとは積もる話がある。愛しいフィリパ、俺に暗殺者を差し向けただろう。それではダメだ。そういう問題は自らの手で処理するものだ。今から実証してやろう。二人の関係は知ってるが、今は血は喧嘩をしてる時じゃない。だが恨みを晴らすには絶好の時だ。フィリパは連れて行く。そして俺に対する仕打ちの責任を取ってもらう。お前は情報の価値を知っている男だったな。故に俺が知らんことをお前が知ってるとは思えん。ニルフガード皇帝は商業協会を支配できなかった。反対派に尻をかじられてるのか。どうやら舞い踊る白煙も長くはなさそうだ。娘が戻った。皇帝は退位して娘に帝位を継がせるつもりだ。シリラに？そんなバカな。それは
戦局を変えかぬ。もちろんお前の誤解でなければだが。皇帝自身が話した。誰よりも信用できる情報だ。エムヒルは嘘つき野郎だ。娘の将来がかかっていてもか。そうはお前、この情報の価値を理解していないな。皇位の継承だぞ。戦争が終わる可能性すらある。ラドビットは喜ぶぞ。エムヒルが退却を指示すれば、あの異常者を止められる勢力はなくなる。特に我らが中止した計画を踏まえればな。成功するとは思っていまい。ラドビットは正気じゃないがバカでもない。命を狙う者が見ることは十分承知して。黙れ。確認したいのだけれど、あなたラドビットを殺したいの？あら、不思議関心だわ。まだその気概があるとは思わなかった。残念だけど、ご存知の通り、ラドビットは船に避難してる。あれだけ厳重な警備なら、毎晩二人の衛兵とベッドを共にしていてもおかしくないわね。お前は知りすぎた、フィリッパ。なおのこと死んでもらわねば。最後まで話を聞いたらどうか。フィリッパはお前と同じくらいラドビッドを嫌悪しているはずだ。ようやく私以外にも堕落者を排除しようとする者が現れたのね。褒め言葉は別のやつに言え。俺は知らん。今ラドビッドを船から引きずり出せる人物は二人だけ。エムヒル、そして私。餌になってもいいと？あなた方がエムヒルをおびき出すことは難しいでしょう。そうはさせるか。ゲラルト、このクソ女には卵すら茹でさせんぞ。いい考えね。卵料理は苦手なの。でも考えてみて、私が捕まったことがラドビットの耳に入れば、彼は警戒を忘れる。私を直接殺す機会に飛びつくはずよ。論外だ、ゲラルト。俺の弾が爆発する前にこいつを連れて行け。その後で改めて集まろう。仲間も一緒にだ。港のそばの倉庫を借りて必ず来い。時間がかかってごめんなさい。衛兵に手間取って。こんにちは、トリス。フィリッパ、大丈夫なの？なんとかね。ここから出してあげる。大丈夫か？ええ、協力に感謝するわ。